HAC が規制されてからは。はいはいはい。まあ、そんなのなんか噂も良くないし、なんか結構、あ、そんな扱いたくないって話したことあるんですよね、確かね、そんな話ね。はい。で、最近、ちょっともう、そうそう、圭吾君、タイの話聞いて、俺のタイこんな、ちょっと本当、月々50万、100万ぐらいとか、なんかその、7月、8月、9月ぐらいとか、まあ、それぐらい大体使ってたんですよ、金、はい、緑に。はい。もう、バカだなと思って、俺。はいはい。そんで後輩来てたんですよ、ちょっと面倒見てたんですけど、結局そいつらにも本当こんだけ使ってやってんのにみたいな、ケチくさ根性出るじゃないですか、人間って性格悪いな俺みたいな、うんうん、マジでそれで腐ってて、俺結局そいつらもまた詰めちゃって、もう結局またぶん殴って脱臼しちゃってみたいな、俺骨弱いんすよやばいっすよ、うんうん、そう合わせなかったっすね、慶吾君とか。俺なんかやりたいことってずっとあってやろうと思ってて、なんかそういうふうにいろいろそいつらとやろうと思ってなんか後輩の飲食店のところに置いてもらおうか、それか。なんすか、後輩の飲食店で置いてもらおうか、はい、そういうのもいいんじゃない。そうですね、そうです、そうやりましょう、やりましょう、やりましょう、慶吾君も知られたらちょっと面白そうだし、やりましょう、うん、それは何にしても慶吾君ちょっと来てくんないと、とりあえずチェックしてサーフィン一緒に行って、今当分波いいしちょっと大きいから調子いいと思うんすよ、はあはあ。あれ今日とか波どんぐらいだったのかな。今日もあったんじゃないですか、俺今日入ってないんですよ。はい、あ、はあ、マジですか。昨日ぐらいまでもありましたよ、はい、ずっと。マジですか、ちょっと待ってもらってますかね。